これで、まあ、あっちでもカメラあるんで多分玉すりが全然違うっていうのが、はいはい、分かっていただけるんじゃないかというふうに思います。外側の縫い目に人差し指と中指が来るようにしよう。右の人だとこんな感じかな。右だとこうですね。はい、こういう感じになりますね、はい、薬指はこの縫い目の下ぐらい、はい、縫い目の下、はい、だから実際はこう投げるんですけども回転をかけてちょっと抜く感じなのなので、はい、スピード下げたいのでここでちょっと挟んでる感じですね。あ、ここで中指と薬指で挟んでる、挟んでてここの、なるほど、ここのフォークボールみたいなイメージです。フォークボールに回転がかかってる感じです。これなんで回転をかけるかっていうと、はいはい、意思があるボール抜くだけでは、はいはい、どこに行くか分かんないので最終的に中指でコントロールつけてる感じですね。ただのこういうボールではあの辺にしか行かないんですけど、はい、ちゃんと自分でコース狙って投げれるように回転をかける。